新年明けましておめでとうございます。ありがとうございます。正月だね。そうですね。ありがとうございます、はい、ちょっとバランスを何とか取ってます。置きましょうか。はい。いい感じに滑ったところで、はい、今年はどうしたいですか。どんな一年にしたいですか。仕事量をですね、1.5 倍できるようになりたいなと思っております。あんなに働いてるのにまだ働く。まだ効率よく効率よくね、はい、家帰れなくなるよ帰れるようにしながら、ねね、働き者の河野くんでございますが、はい、あ、河野です。お久しぶりです。そう、久しぶりだね。そうですね。さんがなんか体調不良でということで代打で今回は失礼します。で、山田さんが撮っていますまさかね。どんな子でしょうか。はい、家事2024年2月号になります、はい、最新注目テーズが、はい、運命の一手。いいですね。これすごいかっこいい表紙だなと思います。いいよね。トフィの糸かっこいいよね。本当に松本和彦さんの撮影ドローンだよね。デイセーラーですよね。デイセーラー、やっぱデイセーラーいいね。いいですね。これで一人で優雅に海を走ってみたいなと思いました。そしてそれが運命の一手がこちらの特集になります。最新注目テーズ館ってね、あの 毎年2月にやるやつですね。2月号人気なんだよね。あ、1月号は一番人気なんですけど、はい、カレンダーがつくので2月号はね、悪くないんですよね。やっぱり気になりますよね。カタログ好きなんだな。迷子それでくるそんなにヨット出ないそんなに。そうね、そうだね。今回どのぐらい紹介してるんですか。はい、今回はセールボートが30艇、パワーボートが9艇。ああ、素晴らしい。紹介しております。あとフィンのねイベントの、はい、フィンランドフェスティバーリーで何艇ぐらい。それで8艇。8艇ね。すごい、そのフィンランド製のボート縛りっていう面白いイベントだったなと思います。まず頭はこんな感じで夢のような世界です ね。まずでっかいのから紹介するからね60からだんだんでしょ。60ですね。いいところじゃんかよって。あ、なんかいいヨットありましたか。あ、僕が一番気になったものですね、はい、将軍43。これはバリバリだな。 HPR だよね、これ。そうですね、バリはもうバリバリのレーサーボードかっこいいね。しっかりなく将軍合気道とかね、日本語のヨットって多いんですよね。なんか外国人の方の心も打つんですかね。打つってね、将軍とかね。僕らのやっぱこれですね、イノベーションヨットの I75、ちょっとよく見ましたね。あ、本当これは乗りやすそうですね。あと、このフラーも良かったですね。フラー24、これもかっこいいですよね。中村さん、やっぱ小さいヨットを中心に見られてますけど、欲しい、ね、完全に買おうとしてます。24が欲しい。現実的にご購入を検討されていると。1500万とか1800万とか買いな1000万。頑張ってください。ちょっと編集、家事編集部の底力を見せてください。いや、無理です社長にならなきゃいいかなそして年々一度のお祭り、家事ヨットアワード2023も素晴らしい。今回はね、ちょっと飲みネタが少なかったんですが、28点1、2、かがきました。弁天28。おめでとうございます。インクレンの又野さん、おめでとうございます。素晴らしい。素晴らしいですね。ちょうど岡崎ヨットが2連覇だったんで、サフィア、そのサフィアがね、サフィアシリーズがどんどんできて、また今回もサフィアに出しちゃったんで、行っちゃうかなと思ったらベンテドーンこれ先月紹介した、そうですね、ばっかりとユフデフローリックの、はい、フローリックの息子、息子ね、かっこいいよね、やっぱりね。だから先月話したばっかなんですけど、はい、ドッグハウスが透明で、中に最高が、最高がすごいと、はい、中から前も見れる、ね、そうですね。あ、船内から中が先が見える。しかも登り早そうなんですよ、ね、早そう。なんだろう、こうよく未来的ね、西村さんが書いてくれたけど、本当未来からやってきてよみたいな、ねはい、感じしますよね。あとオレンジもかっこいい。28はどう変えないけど24も頑張って28の方で検討ください、はい、今回は3部門やっておりまして、まあ、これまで紹介できるようになったので、はい、クルーザーレーサー部門はもちろんベンチで、デイセーラー部門は表紙のトフィの方で、でマルチハルフォカ部門はラグーン50号。これも素晴らしいボートたちばっかりですね。ありがとうございます。はい、はい、そこちょっとバトンタッチですね。はい、お願いします。はい、じゃあちょっとバトンタッチしましてはい、 OP といえば山田さんOP ガール OP おばちゃんです。はい、今年はどこでやったんですか。今年は高松です。高松で全日本大会、はい
はい、珍しく四国では初めての開催とのこと。初開催ですか、はい、あそう、高松ってだってなんか OP が盛んなイメージありますけど。あそうですね、でも全日本やったことなかったんですよ ね、 ね、意外だったんですけど、確かに、都会的ですね。ビルの、そうですね、ビルの、レネスタートシーンの後ろにこう、ね、ビルが街の中でやってる、なんかちょっと不思議な写真になりましたね。またあの海子さんのお父さんの、はい、あの荒川渡さんがご執筆いただきました。ミスター OP、 今年はどなたが語れたんですか。昨年に2022年の、総合優勝の藤田宗志くんの、今度は弟くんの弟さん、藤田翔一くんが、勝利ってもかっこいいね、はい、岡田圭司みたいになるかな。あ呼び捨てにしちゃった。いやいやいや、本当藤田兄弟、ね、藤田兄弟大活躍、はい、女子と小学生の、はい、くるみちゃんが、うん、優勝して、それも昨年小学生女子で優勝した、うん、はい、飯島さんが、はい、じゃあかなりその未来のセーラーですね。ですね、オリンピックへ、はい、じゃあ来年もよろしくお願いします。ぜひぜひリポートさせていただきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。戻りました。はい、お願いします。で、話を戻りまして、はい、SSL ワールドカップ来ました。これってさ、俺初めて聞いたんですけど、SSL って何なんですか。はい、各国のもう代表選手、うん、その国の選手。うんが集まって、で本当の意味でのヨットの世界一の国を決めようっていう、ワールドカップ、サッカーのワールドカップのようにというところをテーマに掲げた大会です。これだから、スターセーラーズリーグの方々が実はポイントつけてたってことですよ。そうなんです、計算して、計算してその各国のセーラーを皆さんを実はポイントをつけて、上位7名の合計値、合計、はい、っていうので国別のランキングもついてるんです。で56カ国まで、で日本は何位ですか今。日本はなんと29位、まあ、真ん中くらいかね。なるほどね。でケイジさんも、はい、はい、リンギもリンギの選手もキールボートの選手も全部評価できる。あと TP 選手、そうですね、50人セレクト選手、平山和歌山さんみたいな、あれもポイント、あれで勝てばかなりポイント高い勝てる選手になります。ほんと素晴らしい、日本が誇るセーラーたちが一度にこれだけ集まるってことはなかなかないんじゃないかなって思います。何人チーム、今回はサブメンバー含めて11人選出されています。まあ、人ばっかですね。シドニーオリンピック代表の浜崎英一郎さんをキャプテンにして、一番若い選手でいうとJSAFのホーププロジェクトで活躍している、島倉君の俺見たことあるよ。あすごい上手で活躍されていますね。そうさんね、はい、いらっしゃるレジェンド、レジェンドの上で新旧日本のスターセーラーが世界の舞台でネットを繰り広げてくださいました。あ、じゃあ安さんが、船澤安さんが、はい、出てくる名前がみんなすごいんですけど、船澤安隆さんが大会のレポートを書いていただいているので、ぜひご覧ください。やっぱり次はこちらですね、スピリット・オブ・セーラーズの、山本海さんが時計のことを書きたいって言うから、みたいな、ちょっと面白かったね。めちゃくちゃ面白かったです。すごいクロノメーターね、その歴史知らなかった、そうなんだみたいなね。クロノメーターって海、船乗りが求めて作られた、まあ、うっすらそれは知ってたけど、はい、こんなに重要と思ってたんだよ。海上で時間を正確に把握することはとても大切な。そうそう、だから緯度は星で分かるけど経度は横は分からないと。横が分かんないとめっちゃ遭難したらしいね。分かんなすぎて、で時計があれば緯度が経度が分かると。どんだけ進んだか、海の上でこの正確な時を刻む時計を作るというのは本当に難易度が高い。まあ、初め振り子時計だったから全然聞かない、まあ、それそう言えます、ね、入れちゃうから全然正確じゃないと。しかも求められる精度が1日 2.9 秒のするでしょまでっていうね。なかなかですよ、まあ、そういう時計をすごい作ったという話でした。すごいロマンの、あ、ロマンのあふれてスケールの大きい、すごい素敵な話でした。赤道の長さだったでけえ話がでかいけど、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そして今度はこれ ISPA ターン先生変わりまして、あ、もうちょっと結構前ですけど、はい、飛びない先生、飛びない先生になりました。あ、レブズ の, レブズの監督、ね、すごいですよ。でそれにミダールの矢口彩さんが挑戦してまいりました。6日間、綾原さん、ISPA のスクールにも通えて、ついになんかブログが見えるようになったと。ブログの風が見えるようになったって言ってましたね。そう、
最近ドアイさん、あ、ブロー来ましたねとか、パフ入りますねとか言うんです。すごいですよ。そういうのも ISPA で学んだ。これで学んだ。富永さんですからね。あ、そうですね。ちょっとね、びっくりしちゃう。実践的すぎて、これオリンピックみんな行くのかなみたいな。そう、かなりハイレベルな。ね、いいな、受けてみたいです。3回連続でやりますので。あ、はい。そして次はこちら、はい、サバトレの後編ですね、はい、受けてきました。このサバイバルスーツ着たんだけど、あったかいんだけど、はい、超動きづらいの。いやー、おついですよね。おつい、一回着てみた方がいい、これ。あ、でも、笑い事じゃなくて、本当に着た方がいいんですよ、ね。そうそうそう、着た方がいいよ、これ。低体温症でね。低体温症の死亡率って 90%、20から90なんで、怖っみたいな。だからそういう意味で、これも着ましょうと。着るのも難しいしね、だって船がじゃあ沈みます、着ます、着れるのかなとかね、あ、初めね、初見だと厳しいと思いますね。いざ実際になった時に動けるかどうかは、なかなかできないんですよ。そう、なかなかできないことがここでできる。そう、これ貴重な体験です。訓練というかね、もうやっぱり疑似体験ですね。遭難の疑似体験をしたかのような3日間でございました。受講した人みんな超仲良くなりました。あ、乗り越えた、死を乗り越えたみたいな、ね、感じになっちゃうわ。本当に感動もあるし、だいぶ得られたものがあったようで良かったです。で、提唱会は扉表紙にもなりました。時の8、8、美しいですね。西村さんがレーサーですから、はい、レース用の防水ウェアをよく着るんですけど、今回はなんとトレーナーと短パンでね。これいつ撮ったやつですか。これ冬ですね。つい最近撮ったんじゃないの。寒いけど我慢して、だからこのピクニックセーリングデイセーラーだから、その別にスピードは求めない、ね、そんな別にカリカリ走んない、走りを楽しむ。ちゃんとよく今度見ようと思って、西村さんちょっとウェアもちゃんと考えて登場されてるわけですよ、これ。そういうことですね。そうですね、ちょっと見ないと、ね、見るところが増えました、ね、頭が下がりましたね。ね、いつかは、いや、こういつかはデイセーラー、所有欲持ってるだけで満たされるものがあるって書いてますね。そう思います。もともとはエディビーダー46スポーツモーターヨット、でかい、でかい。オーストラリアゴールドコーストのクーベラにあるそうです。クーベタイプと呼ばれるようなクーベモデルらしいですね。走行性と居住性の両立なる。で、居住空間がすごい広い。楽車何馬力ですか。600馬力だそうです。そうですね、結構効いてますね。ストレーキ効いてますね。そうですね、背も高いのに、なんかすごい速そう。速いね、バウンチャってくる。そう、完全にトレーニングしてます、はい、気持ちよさそうですね。いい、乗せてもらいたい、乗せてもらいたい。買えないと思うから、はい、そう、一生懸命どっかなところで、はい、で、あやさんは、こちらあれです、吉田太郎さんの連載担当、山田さんですけど、はい、びっくりしました。前編後編で、後編はちょっとお家とかライフスタイルを聞いたんですけど、はい、もし山の人ですね、本当ですかね。セーラーなんですけど、すごいセーラーと思うから、薪割りとかの話も出てくるし、養蜂薪割り、なんだっけ、家庭菜園じゃないんで、もう畑だよ、畑です、農家で、農家あやはさんもそういう方だから、どっちかというと山のね、どの師匠って呼んでましたね。師匠、感動しましたね。いい期待してましたけど今回は、何か読者プレゼントってすごいのもらいましたよ。マッサージ機、すごくないこれ。すごいですよ、ね、これ杉山愛さんがね、あのテニスプロテニスプロの杉山愛さんがスライブでこのを愛用されているということで、その中の、リリースシューター、はい、9000円ぐらいするやつを1個いただきました。ありがとうございます。大東大東洋様、ありがとうございました。ありがとうございました。すごいのよこれ、ちょっとやってみてください。あ、これ、はい、下がなんだよね。下が弱く、上が、あ、はいはい、2段階あるんですね、はい、すごいのよこれ。あ、すごいこれ、かなりいいよこの筋がね。この面取りするでしょ、こうやって。あー、なるほど。まあ、首もいいんだけど、こういう筋系をやったりとか、あと腰ね、ハイクアウト、あ、腰とかね、結構がっつりときからこれ、バッテリーじゃないから、これコンセントってもいいんですよね、これがパワフルです、はい、ね、シリーズレースの場合ね、疲れを翌日に残さない、ね、そこが勝負になるじゃないですか、ね、本当にちゃんとしたアスリートの方に向けた、杉山愛さんが使ってるくらいですから、はい、そういうことを考えられたあの癒し系の器具と、もう一個何でしたっけ、何ですかこれ、可愛らしい、ジャック・バウルって、この間白石康次郎さんが
乾燥されたりとか、はい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 、あのレースってそうなんですよ、コーヒー豆を運んだ航路を走るレースなんですよ、野口さんがあのフランスに行った時に買ってきた土産で買ってきていただいたものを、3種類で合計3名様がどれが当たるかはお楽しみにということになります。ヨットを感じながらぜひ味わってみてください。お願いします。そんなことが載ってる家事2月号は、はいはい、家事2月号もう内容盛りだくさんでやっております。年始から頑張っております。まあ、作ってるのは年内ですけど頑張っております。そうです、ぜひ買ってください。運命の一点に出会えますようにお願いします。今年もよろしくお願いします。雑誌買ってください。ヨットが僕ら買えるように。